エビナ JCT に設置された、懸水幕厚木市側から建設中のエビナ JCT を望む。本線の両脇が、専用連絡路専用連絡路から、厚木インターチェンジへ降りるランプも設置。専用連絡路は、本線からのランプをまたいだ後で本線に合流する。エビナジャンクションは、透明高速道路と首都圏中央、連絡自動車道を結ぶジャンクションである。当初、 エビナ北 JCT という歌唱であったが、2009年5月18日に正式名称が発表された。相模線の車系駅近辺に位置している。相模川の対岸の厚木インターチェンジとは約 1km しか離れていないため、当 JCT 厚木インターチェンジ間の東名高速道路本線の外側に片側に車線の集散路が設置されている。これは、 エビナジャンクションの一部であり、案内状は、県王道専用連絡路、専用連絡路、エビナ周山路とされている。専用連絡路がない場合、東名下り線では、県王道からの東名本線へ合流する車両と、東名本線から厚木インターチェンジへ向かう車両が、上り線では厚木インターチェンジから東名本線へ合流する車と、 東名本線から県王道へ向かう車が交差することになる。海老名 JCT の開通前から、当該区間や厚木インターチェンジを利用する車両は多く、海老名 JCT の開通後は、さらなる渋滞や事故の増加が懸念された。そこで、東 JCT 厚木インターチェンジ間に、片側に車線の道路を設けることにより、東名本線を経由することなく県王道と厚木、 インターチェンジを直接行き来することができる。厚木インターチェンジでは周散路と透明下りの流出、流入ランプに接続する形となっており、渋滞緩和と安全向上を図ることができる。県央道高尾山インターチェンジ相模原愛川 IC の開通後は交通量が増加し、当 JGT の一車線になる部分がボトルネックとなり、慢性的な渋滞が発生し、 内回りは、県大厚木インターチェンジ付近まで、外回りは、海老名集山路を過ぎて、東名高速道路や、小田原厚木道路まで渋滞することがあった。この状況を受け、ネクスコ中日本では渋滞の緩和を目的として2015年10月30日から、外回りのランプウェイの車線を暫定的に2車線として運用し、外回りの慢性的な渋滞についてはほぼ解消した。 また、内回りについても2016年7月15日より、同様に、ランプウェイを暫定に車線化しており、渋滞は減少こそしているものの解消には至っていない。県央道、相模原市、2017年1月8日閲覧。AB、首都圏中央連絡自動車道等の事業認定申請に向けた、説明会開催と開通目標年度の変更に、 ついて、国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所中日本高速道路株式会社東京支社厚木工事事務所神奈川県藤沢土木事務所2015年6月2日閲覧県合道開通で海老名 IC 周辺の渋滞悪化神奈川新聞 h t t p w w w k a n a l o c o j p スラッシュアーティクルスラッシュ774822015年6月2日閲覧。清水草市エビナ JCT の猛烈渋滞どうしてこうなった。乗り物ニュース。 http://trafficnews.jp:/post:/38756/2015 年6月2日閲覧。渋滞緩和を目指し、東名高速道路エビナジャンクションのランプウェイをに、車線で運用。n e x コ中日本。2015年11月1日閲覧。東名高速道路エビナジャンクションの渋滞が、解消しています。 中日本高速道路株式会社。2015年11月30日閲覧。AB、エビナ JCT で、渋滞対策圏王道内周りから透明への、ランプが今日から2車線に。2017年1月8日閲覧。神奈川県透明塾、渋滞ボトルネック検討 WG 第1回資料。国土交通省関東地方整備局。 2017年1月8日閲覧。東名高速道路エビナ JCT エビナ SA 間付加車線が延伸します。6月25日午前11時に運用開始。12本高速道路。2014年7月2日閲覧。県王道寒川北 IC エビナ JCT 間が3月8日に開通します。12本高速道路株式会社。 2017年1月8日閲覧、ありがとうございます。